スノーマンの渡辺翔太30が10日放送のフジテレビグータンボーニースペシャル50.30に出演しフリーアナウサーの田中みなみ36の行動にキュンとしたでことを明かした渡辺は俳優の三島新之介と聖両の3人でトークを展開その中で渡辺は収録のトークとかめちゃくちゃ苦手と 人見知り、ため共演者と話すことができないとした。子、に、三島から、30代それ、目標にしたら。と、現場で子、ユニケーション力を発揮することを目標に、ることを提案し、それが、キャラになるぞと、口、した。渡辺は、あ、いいと拍手して歓迎した。また、変は、スタジオに南のるさん、いらっしゃいま。と、三島に確認してから、この間、 何にも収録と関係なく、富士テレビの駐車場のところで、僕、歩いてたら、南みのるさんがわざわざ車の窓を蹴って、翔太くからんってめちゃくちゃ手を振って、レタと明かした。この、田中の行動に、え、何にもいいのにこんなことしてくるの。って嬉しく、ちゃって、すごいキュンとしてめちゃくちゃ可愛かったと心をつかまれたと語った。